こんにちは。私はリンダ。私はいつも旅の途中。旅には終わりがないから、少し話をしたらまた出発しなくちゃ。一人で歩く一本道。道はまだその途中。新しい朝、新しい出発の時間だよ。おはよう。こんにちは。こんばんは。さあ、旅に出よう。あの時行けばよかったと後悔しないために。久しぶりだね。新しい旅に行ってたの？たまには帰ってきて、私という旅の仲間を思い出してね。見た目は真似できても、魂は真似できないんだよ。旅に出て分かったことがある。家よりいい場所はどこにもないんだって。最高の天気だ。これは足を止められないね。ふう、涼しい。こんな日はちょっとした旅に出たいね。雨に足止めされた、なんて思わないこと。道は雨に洗われて一層鮮明になるんだよ。一日の始まり、そして新しい旅の始まり。私は出発することが好き。たどり着いた場所は全て過去になるから。旅の途中では手の込んだティータイムは難しい。でもたまには休憩するのも悪くないよ。旅は何が起こるかわからない。それを受け入れることが大事なんだ。気楽に行こうよ。世界が静かな眠りに落ちるとき、得体の知れないものが動き出そうとする。私たちが変化を求めるのは、じっくり考えて決めたからじゃない。その時、運命の呼び声を聞いたからよ。別の場所に行って違う人生を歩んでみなさいってね。へえ、あなたたち3人も旅の仲間なんだね。旅の途中のちょっとした報酬だよ。メールだよ。私のように遠くから来たものかな。一人でブラブラ。ありがとう。一人旅は寂しくなんかないよ。それに一人じゃないから。成長に必要なのは自分を信じること。真の勇気とは、どんなに怖くても危険と向き合っていくことだよ。心というものはちっとも実用的じゃないんだよ。破れないぐらいに強くしない限りはね。私の旅の仲間はそれをよくわかっているよ。私たちはよく熱狂的に何かを求めることがある。やっと手に入れてみたら、それはすでに持っていることに気づく。ただもう粉々に砕けちゃってるけどね。最初は不安だった。このまま歩いていったらどこにたどり着くのだろうってね。何年かが経って、まだ旅の途中にいる私には今はもう何の心配もない。旅の果てに何があるのか、ただ心のままに受け入れるだけ。人は誰もが子供の頃は何の迷いも未練もなく、ただ抑えきれない夢だけを持っている。自分の体以外に頼れるものがなく、進むあてもない。ただ流浪するだけ。新しい場所や新しい道は、捨てる神あれば拾う神ありと気づかせてくれる。リーダー、私と一緒に旅に出ないかい？また会ったね。旅に出る時が来たよ。邪魔だ、どけ。これはお願いなんかじゃないよ。たブリキの木こり、ライオンの方向。旅はまだ始まったばかりだよ。ここで
止まるわけには。